はい、半間山先生です。バイナリーファンクションのね、大きく難しく、現在ね、今までと違って、大きく変わりました。と言いますのはね、あるサイクルでやったら落ちてね、何品かたくさん打ってね、投資して、稼げるチャンスが結構多かったんですね。現在はね、それがもう半分以下、3分の1くらい になりました。というのは、そういう投資方法でたくさん投資してるんですね、人々がね。あるサイクルでね、バイナリーオプションね、どんどん落ちていくという決め手のラインがね、今まで通りの決め手のライン、または簡単にそう落ちていかなくなりました。だからその間に何品かね、打って落ちるだろうと思うとね、分析でね、やったんですけど、それが落ちないんですね。だから何品でたくさん打つですよ、10個とか20個とか打っていくでしょ、置いたら逆に上がっていっちゃうんですね。というのは、そこで打ち込みする人が多くなったということで、今まで通り投資でね、はそれで勝てたんですけど、こればっかりやる人が多くなったんですね。だからね、全然稼げなくなりましたね。今までは稼げたんだけど、そのね、勝てるチャンスっていうのは、もう3分の1以下になっちゃったですね。みんなそこで投資してんの。だから今やってる人全部やってんだけど、みんな損してんですね。落ちるチャンスの時に難品でたくさん打つんですよ。で、それは前まで通用した、去年まで通用したのね。今年から通用しないですね。最近になって、ここ3ヶ月間ぐらいから変わってきたですね。だそこで、そうですね、金の鉱脈を見つけたということで、大勢投資し始めたんですね。それが破られたんですね。稼げるチャンスだということで、大勢が現在投資するようになっちゃったんですね。で、これがね、通用しなくなっちゃった。そのせいで。大勢がね、それをやるようになったんですね。あるサイクルの均衡のとこで、ね、上がったりする、また上昇したりするっていうことで、たくさん難品で打てたんです。逆張りでね。で、帰ってくるからっていうことでね、今まで稼げたんですね。それがね、通用しなくなっちゃったんですね。全然通用しないですね。それでね、勝てる、そのサイクル、なぜか言うとね、分析見てたらね、だからそこで、たくさん打つことできないですね。もう1本だけになっちゃうんですね。というのは、そこで逆張りでね、行ったから戻るからと思ったら、もう全然順方向行っちゃう、流れちゃうんですね。だから打つほど全然損しちゃう。もう焼け打って外れたから最後だからって100本打っちゃう。それでもう全部なくしちゃうね。今そればっかりやってる人が。ザラね。それで全部で資金なくしちゃってるのね。今、なぜ、これ見てないんですよ。各自の口座は見てないけど。波形ね。通貨群変化で、バイナリーオプションの投資の変化で、僕スペシャリストだからすぐわかるんですね。動きで。これバチバチ難品打っちゃってるの。それで帰らなくて全部
お医者がそればっかりやってるみたいですね。その莫大な金額捨ててますね。帰らないからって全部、ね。難品で逆張りでね。どんどん打っていくんです、上がったからって。で、100本も打ってたりしてるわけですね。それで帰らなくて全部損してんの。そんなのばっかり波形が。動きが変わりすぎとかね。全部テクニカル分析見るとわかるでしょ？それ僕見てんですよ、全部。もっと高度なものでね。いろいろ見てんですね。こればっかしやってる、今の人。全然破産ばっかりしてんじゃないの、これ。破産してるばっかり。何をやってんのか、そういうのちゃんと見ないのかな？波形の様子。見ればわかりますよ、長く。ね、欲張ってこうバチバチ打ってんじゃない、打って、で、外れたから逆張りで難品ってどんどん打ってんです、100本も200本も。それで挙句の果て全部負けちゃってるの。だからこういうふうな投資方するからどん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 流れちゃうんですね。大勢いるんです、やってるの。少なければいいんですけど、ね。だから、実際の本番の投資、今まで見せてた人、ね、いるけど、見せちゃダメなんですよ。先生の講師だからって教えて、みんな教えまくっちゃったから、もう全然そのルール稼げないですよ。なんでそんなことを教えるの？自分たちの食い口なくなっちゃうじゃない、そんなの。教える方が教える料金が欲しかったの？全部教えるから、全部教えたものを稼げなくなってる。みんな真似して。で、その稼ぐ期間っていうのは2年間ぐらいだったな。